さん、どうもこんにちは。三菱スポーツクラブの今林海人です。今日はですね、特別ゲスト、皆さんご存知、シダックスをお呼びしております。皆さんこんにちは、シダックスです。よろしくお願いします。今日は1月25日にシダックスのジムコアイベントっていうのがあるんですけど、それをより楽しむための動画になっております。はい、イベントのじゃあ概要をイベントなんですけど、まあ、ちょっと面白いものにしたいなと思って、大会じゃないですけど、発表会みたいな形でやっていこうと思います。じゃあどんなことを発表するのかっていうことなんですけど、トレーニングですね。採点方法は5から10点の間で点数を出して、合計の得点が高かった人が、まあ、金銀銅みたいな感じで表彰されるという形になります。ということで、どんな風に採点していくかっていうトレーニングをここから説明していきたいと思います。よろしくお願いします。カテゴリーは何点あるんですか？点数的には5、7、8、10、4つ。途中までできる人は10点と8点の間とか9点になる。じゃあ6もまああるっちゃある。そうこっちでもその採点は、まあ、今林とシダックスで当日イベントの中で行うと。はい、OK、 じゃあ、はい、まず5点。はい、この膝を曲げて腰が90度ぐらいの5回膝を曲げてですね、はい、6目腹筋、これが6目腹筋、はい、5点。 OK、 じゃあ7点お願いします。7点はさっきの腰を90度に曲げた姿勢を膝を伸ばして行うという。どうですか？5点分が積み重なって12点ですから。もうさっきの子供言いたい。やってましたっていうのも言いたい。確かに。次は8点。8点は膝を90度以内で上のバーに足を当てる、折り曲げる、ガラケーですね。ガラケー6目腹筋5回。ちょっと壊れてるから、ちょっと壊れた、確かに。美しくはない。よっしゃ。最後、10点。これができたらもう満点。10点満点。膝を伸ばして、これ本物のガラケー。壊れてないガラケー。もう、膝を伸ばして、5回。ありがとう。これは、ジュニアでもやんないから。確かに。めっちゃきつい。皆さんもこんなにはやんないんじゃない？確かに。5回だけなんで、本気で。でも10点を目指して、本当に。はい。やってほしいです。前屈とかも大事になってますね。確かに。前屈とかも、ね、家でやっていただいて、とかできることをやって、このイベントに向けて、ぜひ、追い込んで、追い上げて、ここで成果してください。よっしゃ。次行きましょうか。行きましょう。じゃあ次は選手交代で僕がこっちのナレーションで行かせていただきます。シダックスも全然できないっていう。やばい、被害やばい。腹筋と心が。次、根性上がりですね。釣り輪でぶら下がった状態から上まで行きたいんですけど、最初5点、さっきもあったんですけど、その実施をしてもらいたいですね。まずここまで行けば5点かなっていうのをお願いします。はい。曲げる。ここで5点ですね。ここまでいけたら5点。これも結構、これも結構きつい。きついですね。これ結構きついわ。次。まだここはちょっとね、難関な、はい、感じですね。次、ちょっと多分肘、片方上がるぐらいで7点かなっていう感じですね。お願いします。こんぐらいですね。ここまでいったら7点。これ、7点でキープはできない。そうですね。そこで終われないし。ここまで行けそうだったらなって。上がる勢いがあればって感じですね。そういうことですよね。何言ってるんですか？大丈夫ですかこれ。これ水鳥チャンネルですよねこれ。大丈夫ですかこれ。何言ってるんですか。やばいでしょ。大丈夫。だってもう好きにやっていい。ここも使います。ここも使います。次8点ですね。とりあえずさっき片方上がったんで、まあ、両方、はい、上がったら結構8点かなっていう。ちょっとやってもらっていいですか？お願いします。だから引き上げてこんぐらいですね。これ結構すごい。実は余裕ですか？これが8点になります。とりあえずね、輪の上に体が乗っかったら、今のでもやこの8点いけたら結構すごい。すごい。実際やったけど
店員行く人にとって結構すごいから。すごいですね。ぜひね、皆さんイベントで見せつけてください、僕に。8点いけるの余裕だよっていう人はもうぜひ来てください。5、7、8点今分かったので、次10点ですね。これ。だからこれが本当の根性上がりっていう体操界の本を読んでる。根性いりますよね、本当にこれは。10点いきます。はい。根性上がり。上がりきってもらいたいです。お願いします。引き上げて、肘。ピンと肘伸ばして、ここまでできたら、10点ですね。余裕そうにしてて、プルプル震えてるんですよね。これね、釣り輪で指示するだけでも結構もうプルプルになりますね。難しい。カイツさん、ありがとうございます。これ、昆虫上がりシリーズの採点でした。次、ロープですね、はい、ここで再びシナックスの登場です。お願いします。で、ロープ5点はこのロープ、まあ、結構短いんですけど足なしで一歩でも上に行けたら5点。いきます。これですね、もうこれで足が上がればもう5点ゲット。これはいける。これはいける、はい、これはどうなんだ、いけるか。まあ言うてちょっと蹴って大丈夫なんで、うん、蹴って確かに、はい、蹴ってポンってね触れば。続きまして7点は足ありで上まで、はい、この立った状態から足を使っていいので上の黒い部分、あの黒いところですね、あの黒いところにタッチできたら7点ゲット。お願いします。こんな感じで何かきつそうじゃない。ちょっと滑りましたね。滑る。靴下脱いでるのがいいです。確かに靴下ありだとちょっと滑るみたいなんで、はい、皆さんぜひ靴下なしで、なしでちょっと、はい、7点目指してください。そして次8点からかなり厳しくなってくる。これはもう座った状態スタート、半分まで、このロープの半分、まあ大体半分で、とりあえず大体半分で、まあ、本番テーピングとか、うん、そうね、本番はちょっとテーピングを用意して、はい、そこまで行ったら8点ゲットということでお願いします。腕だけでね、この辺りですね、腕だけであそこまで行けるかどうか。登る前がめっちゃきついですから、皆さんここ座ったら分かる。確かに、もうなんか嫌だよね、はい、シャトルランみたいな感じなんで。からのね、からですね、もう10点満点、最高得点、最高得点、これができたらもうこのロープ言うことなしと、足なしロープ完結。いや、よろしくお願いします。あーすごい、いいね、シンプルトレーニング。シンプルトレーニング。いや、消防士さんでも入ってますよ、これは。消防士さんもうちょいできる。ということでロープはこんな感じで採点をしていきたいと思いますので、ぜひ10点目指してね、頑張ってください。懸垂とかでね、多分トレーニング代用効くと思うんで、うん、そうですね、トレーニングしてください。トレーニングして答え合わせを7月25日できました。お願いします。じゃあ続いていきたいと思います。はい、はい、次はボックスジャンプですね、はい、まず5点シダックスにチャレンジしていただきます。はい、5点はこのボックスを抱え込みで飛び越えられるかどうかですね。お願いします。はい、5点。あーで、もう着地はもう動いていいですか、はい、この後の5点はね、5点は動いていい。これ1個でも結構難しいね。ない、まあ、このマットはエアマットなんでかなり跳ねるマットになっておりますので、はい、続いてじゃあ7点はさっきと同じ1個飛び越えるんですけど、飛び越えた後ここの着地でもう着ピタ。じゃあ緊張の、これ動いたらやばいですからね。そのままロープ登る。そのままロープ登る。動いたらロープ。お願いします。おー、安定感のある。素晴らしい。続いて、8点を取るためには、このボックスにこう連続で飛び越える。ここで止まってもいけないですし、台に乗ったり、この間でタイミング取るのもダメ。
絶対にダメだ。そこだけ許さない。ここで止まるのは許さない。絶対に許さない。厳しいですよ。お願いします。ジャンプ、ジャンプ。ああ、安定感のある。もう最後。10点満点は今の8点のジャンプに加えて、ここの最後の着地を止めると。絶対に動かないでください。皆さん、イベント来たら分かると思う。この時の緊張感すごい、もう一発勝負。これが体操。いきます。お願いします。おー、結構緊張した。緊張しましたね。しゃ、ここで止まったら怒られるし、ここは絶対止まっちゃいけない。許されないよね、ここ。そこも、ね、ここ減点ですよ、止まったら。緊張しました、よかった。ありがとうございます。ありがとうございます。ジャンプ、はいはい、ということで、はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。どうだったでしょうか。かなり10点満点はね、難易度高めに設定してあるので、きつい。僕らでもかなりきつい、へばってます。はい、まあでも皆さんなら来れるとね、信じてますんで、はい、ぜひね、イベントで高得点を狙いに、採点はね、僕ら2人が試合みたいな感じで、はい、手を挙げてもらってやってもらいますから、はい、そこもちょっと緊張感与えていくんで、試合みたいな感じで来てください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで本日はありがとうございました。皆さんぜひ来てください。楽しみに見てます。7月25日です。イベントはじゃあ概要欄に貼っておきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。バイバイ。皆さんついでにじゃあ俺もやっとこうかな。あ、じゃあ絶対真ん中でね、止まんないでください。だからどう止まるっていうのをさっきのしなくても見せたら、ポンポンって。これダメです。これダメ。ダメですね。じゃあお願いします。いった。蹴った。完璧ですね。ありがとうございます。今僕はあれかと思いました。アタックチャンスかと思いました。アタックチャンスじゃないです。あ、違います。完全にサブチャンなんですよね。もうなんか。ありがとうございます。はい。ありがとうございました。